はい、どうも。おなじみの滝です。葉っぱが邪魔で見えないね。葉っぱが邪魔で見えないでですね、その、ウォールト・ディズニーが撮られちゃったオズワルドさんはですね、撮られたはいいんだけど、撮った人はね、特に何にもしないから見かけないと思います。なんかね、耳が長いウサギなんですけど、で、まあ、ぴょんぴょん跳ねるとですね、耳が揺れるわけですよ。これはいいと、ウォールド・ディズニーさんは思ったんでしょうね。でですね、時は流れ。ちょっとね、監督の名前はちょっとわかんないんですけど、よろしくお願いしますっていうアニメ。よろしくお願いしますっていう、何でしたっけ、サマーウォーズだ。サマーウォーズにですね、なんか仮想世界、ネットの中の世界みたいなのがですね、出てくるんですけど、それの名前がですね、オズワールドなんですね。OZ ワールド。OZ ワールドででして、その、ですね、ちょっとまあ、こうみんなテレビでよくやってるからみんな見てると思うんだけど、ラスボスがですね、なんか千手観音みたいなやつだったんですけど、なんかですね、どっかでうさぎみたいなやつを食べるんですね。で、最終的にこう、耳の長いうさぎみたいなのがラスボスになって、で、そのウサギをやっつけるんですけど、そのウサギが、まあ、僕からするとですね、オズワルドに見えるのかなと思って、なんか耳の長い敵になるんですよ。まあ、面白い映画だと僕は思いますけどね。はい、見てない人がいたら見ましょう。です、このね、このオズワールドは、まず間違いなくオズワールドにかけてると思うんですけどね。はい、以上です。くだらない話をしました。以上です。